現在も避難指示が続いている地域があります。避難指示が解除された地域も含め、避難指示の解除と復興に向け、官民挙げてさまざまな課題に取り組んでいく必要があります。避難先から戻ったり、あるいは新天地で事業に再び取り組む事業者の方がいらっしゃいます。官民合同チームが事業者の方を個別に訪問し、事業やなりわいの再開や拡大に向けたきめ細かな支援を進めています。国は関係機関とも協力し、イノベーションコースト構想の実現をはじめとする産業の振興を進めています。また、インフラの整備や風評被害の払拭などにも引き続き取り組んでいきます。2015年4月には、広野町に双葉未来学園高校が新しく開校し、生徒たちは復興の課題に取り組んでいます。2015年9月5日には、町全体で避難していた自治体としては初めて、楢葉町の避難指示が解除されました。これまで避難指示が解除された田村市、川内村の一部を含めて、住民の帰還や学校の再開が少しずつ進んでいます。福島の復興に向けて、引き続き取り組みを進めていきます。